どうも、うるまです。本日の動画はですね、自分が運営しているショップのオープニングアクトに、初のですねドメスティックブランドの取り扱いが決まりましたので、あとそのブランドのですね 2020FW 秋冬物なんですけれども、そちらの先行受注会を行おうと思っておりまして、そちらのお知らせをさせていただきたいと思い動画を撮らせていただいております。いやね、このブランドの取り扱いが決まってからもう早くみんなに言いたかったんだけど、もうやっとね言える状況になったので、もうすごく嬉しいんですよね。ではですね、早速今回取り扱いが決まったドメスティックブランドのご紹介なんですが、そちらのブランドがですねビクティブになります。やったー、やったー、本当に嬉しくてまあそれこそビクティブなんだけど、もうスプチャンネルでも自分の個人チャンネルでももう何度も何度も名前が出てるブランドになってると思うんですけど、もう思い入れが本当に強くて、もうそれこそ自分はもう10年以上着用してるのかな、ビクティブ。本当昔から好きで、で思い返してみればなんだけど、もう10年以上着続けてるブランドってそうそうないなと思って、まあ、スポーツブランドのねナイキとかアディダスとかそういうものは置いといて、もうドメブラとか、もうドメブラに限らずいろんなブランドを見ても10年着続けてるブランドってほとんどないんですよ。もうその中でね、ビクティムって常に自分を魅了しているブランドだし、本当魅力の詰まったブランドなので、今回お取り扱いが決まって本当に嬉しく思っている次第でございます。それではですね、ビクティムの簡単なご説明なんですが、ブランド自体は本当に歴史が長くてですね、2002年から活動している国内のドメスティックブランドになります。ベーシックを基本としてはいるんですけど、まあ、アイテムの随所にねワークだったりミリタリーだったりカジュアルな要素も足しながら、アイテムにね上品さも保ちつつ、もう一度身につけるとねつい癖になってしまうというか、もう何度も何度も着たくなるような、もう本当に魅力の詰まったブランドになってるんですよね。自分も去年の秋冬もそうだし、今年の春夏もかな、本当個人的なユーザーとしても、まあ、ただねビクティムのアイテム着させてもらってるんですけど、本当にね着やすいし、まあ、やっぱ着てる時にね周りの方からの評判も本当にいいんですよね。あと自分のチャンネルはね視聴者の方が男性がほとんどメインなんだけど、本当女性の方にも着ていただけるような中性的なデザインの服も多いので、本当におすすめのアイテムが多いブランドなんですよね。で今回はね 2020FW の、まあ、いわゆる秋冬もんですね、そこからお取り扱いを開始させていただくんですが、でね今回初めてドメスティックブランドの取り扱いが決まったわけなんだけど、やっぱり一番最初に取り扱いをさせていただくドメスティックブランドって本当に思い入れのあるブランドを扱いたかったんですよね。でありがたいことに、もういろんなブランドさんとかからお話をいただいたりして、すぐ皆さんもしてるドメスティックブランドとか、もう自分もね私物としてるブランドさんだったりとか、いろんなブランドさんからね、まあ、取引するねきっかけっていうのは実はあったんですけど、まあ、その中で、まあ、自分が取り扱いをして意味のあるブランドってなんだろうって思った時に、やっぱ商売上ね扱ったら売れるとか、まあ、いろんなね商売的な側面も見るのも大事なんだけど、やっぱり自分が本当に好きでかつ皆さんにお勧めしたくて本当に届いた時に損をさせたくないって思ったら、もう自分の中ではビクティムしかないなと思って、もうブランド側にはね自分から熱烈なアプローチをさせていただいて今回決まった取り扱いになってるんですよね。ということでですね、今回はオープニングアクトの方で先行受注させていただくアイテムですね、こちら全てをサンプルをお借りしまして、もう一つ一つね実際着ながらとか持ちながらご説明してる別撮りの動画があるので、そちらでね商品の詳細をご確認していただいて、いろいろねアイテムの方をチェックしてもらえたらと思います。それでは VTR どうぞ。それではですね、今回自分のところで扱うことになったビクティムの商品をもう一個一個簡単な説明と、まあ、着れるやつは着ながら説明していこうと思います。まあ、まずはなんですけど、自分が買うことを決めてるシリーズからご紹介していこうと思います。まず一つ目がこちらですね。はい、こちらクルースウェットになっております。こちら色が3色展開ですね。色見るとこんな感じです。はい、いやこれちょっとね一着着ながらぜひ説明したい部分があって、はい、これ着てみるとこんな感じなんですけど、まず特徴的なのが袖の溜まれがすごく可愛くて、もともと袖の丈を長く設定してるんですけど、そのことでこの袖の溜まれがしっかり出るようになってて、でこれを例えば古着とかでしようとすると着丈がねやたら長くなっちゃうんですけど、これは着丈の方もバランスをとってやられてるので、袖の溜まれがあるけど着丈はちゃんといいバランスで作られてるというのが特徴になってて、あとは後ろのところにこんな感じでスリットが入ってて、これもなんか中にシャツだったり今自分が着てるみたいなカットソーとかレイヤードしてもアクセントになるようなものになってるので、すごいシンプルなんだけどすごいこだわりの詰まったアイテムになってるんですよね。で生地感的にも綿100のしっかりした上着のスウェットを使ってるので、もう着心地とか生地感も抜群にいいのが特徴ですね。でこれは話さないとなかなか伝わらないんですけど、実はこうやって持つと
袖がなんかこういう形になってるんだけど、袖の構造がなんかジャケットと同じ構造で縫製されてて、なんか着た時の丸みが独特なシルエットで着れるっていうのが特徴らしくて、もうこういうところになんか細かいこだわりが詰まってるのもドメブラのなんか特徴ですよね。いやこの色は自分はね黒を購入しようと思ってるんですけど、なんかね真っ黒っていうよりかはちょっとユーズ感のある黒が特徴で、なかなか新品探すとないアイテムになってるんで、これは絶対に買おうと思ってるアイテムになっております。じゃあちょっと次のアイテムでいってみようと思います。はい、それではですね、さっきのクルースウェットと同じシリーズになるんですけど、それのパーカーバージョンになります。色展開はこちらの3色になってますね。さっきのスウェットと生地感とか袖の構造とかは一緒なんですけど、やっぱなんといってもなんですけど、やっぱこのフードの立ちがめちゃめちゃ良くて、これはやっぱねしっかり生地のあるやつを2枚構造で貼り合わせてるので、このしっかりした立ちっていうのが演出されてる感じなんですよね。でさっきと同じでこの背中の部分はこちらもスリットが入ってる仕様になっております。やっぱこちらもさ、シンプルなアイテムだけど1枚でこんだけ絵になるパーカーっていうのってなかなかないので、これもね結構自分何買おうか迷ってて、自分はこれグレーを買おうかなって迷ってるところで、なんか中に結構でっかいシャツとか合わせたら可愛いかなって思ってるんですよね。で実際モデルさんのルックとかでもこんな感じで中にシャツ合わせてる感じがあるんですけど、すごい可愛いですよね。結構パーカー持ってるよって方多いと思うんですけど、ちょっと変わったものとか探してるとか、いつものものに飽きたって方はすごいおすすめなアイテムになっております。はい、こちらの次のアイテムがビッグケーブルニットになっております。こちらが素材がウール100になってて、綿とかがね混ざるとかなり重みがあるんだけど、ウール100ってことですごくこんだけボリュームがあるんですけど、かなり軽さも感じられるアイテムになってますね。でこれ編み地なんですけど、結構特徴的なのがいろんな編み地になってて、このフロントの部分と、まあ、袖の部分でも編み替わってて、かつ立体感がすごいんですよ。で結構安いニットとかだと編み地がペタってなってて立体感が全くなくて安っぽさすら感じるんですけど、やっぱそういうところはしっかり差別化したいっていう部分も、まあ、ブランドのメッセージはあって、もう見るからにしっかり縫われたニットっていうのがもう一目で分かるようなアイテムになってますね。でこのブラックの配色なんですけど、これ木調になってるんだけど、この木の色目が細かいものになってるので、まあ、表情にもなってるプラス、なんかこの木目がなんか大きかったりすると安っぽいニットによくあるような木調になってるので、まあ、上品さを感じるような柄になってますね。やっぱこの袖のたまりがやっぱ可愛いですよね。こちらのニットに関しても、もう着るとバランスがすごくいいというか、探すとなかなかないんでね、まあ、ただ大きいだけのニットじゃないってところもやっぱ新品のいいところかなっていうのはすごい思います。ちなみに自分はこの色味の方を買おうと思ってて、これなんかケーブルニットって欲しいんだけどなかなかいいもの出会えないやっぱアイテムの一つだから、これはなんかね物を見た時にこれ絶対買おうと思ったアイテムになってますね。なんか綺麗めにもなるけど結構ストリートにも着れるなと思ったので、もう今から冬が楽しみなアイテムになっております。はい、で次がダメージタートルネックニットになります。今回のビクティムのコレクションの中で一番自分が推してるアイテムになってます。こちらもうこれはもうブラックとグレーを二色買いしようかなと思ってるぐらいすごい気に入ってて、なんといっても1枚でこんだけ絵になるニットって探しても本当にないんですよね。もうただただ単純にかっこいいっていうところですね。気に入ったポイントはこの首元の部分と、あと裾の部分だったり、あと袖の部分かな、こういう風にダメージ加工になってるのが特徴です。自分はねなんか折り曲げずになんかハイネックで着たいなっていうのは今年の気分で、まあ、ただこれ折り曲げても全然着ることはできるので、これは着る人がどちらの方が合わせやすいかなって部分で全然選んでもらえればいいと思います。で素材がコットンアクリル素材になってて、早い季節から着れるっていう部分も特徴で、あと肉感も薄すぎず厚すぎずってところなので、まあ、デザイン性に目が行きがちなんですけど、素材選びとかも結構気を使われたアイテムになってますね。で結構変わった部分で言うと、この背中の部分とかこういう感じでしっかり編み地の部分が剥き出しのデザインになってるのも結構、ね、後ろのスタイルにアクセントを持たせたアイテムになってるかなと思います。いやこれマジかっこよくてこれね社内のスタッフさんにもいろいろ今回のコレクション見てもらったんだけど、このアイテムねめちゃめちゃ人気あったっすね。みんな欲しいみたいな。なんで他のねこのビクティム扱うお店さんはどんな風に押し出すかは分かんないですけど、自分のお店で一番押したアイテムはどれだって言われたらもう間違いなくこのアイテムになってて、多分ね自分のお店見てもらってる方は結構自分に感覚近いと思うんで、すごくドストライクなアイテムだと思うんですよ。なのでぜひこの機会ねこういうアイテム手に取ってもらえたら嬉しいと思っております。次のアイテムなんですけど、ワイドデニムスラックスになります。色が今自分が履いてる白とこちらのブラックになってますね。このアイテムは自分ブラック買おうと思ってて、なんか形はねなんか切れ目なスラックスにはなってるんですけど、素材がデニムなんだよね。で履いた時のシルエットの感覚なんだけど、なんかねリーバイスのシルバータグに近いようなイメージもありつつ、そこまでカジュアルになりすぎないところも特徴で、なんでそういう風にやや切れ目にも履けるのかなって思ったところなんですけど、素材にコットン以外にポリウレタンとレーヨンが入ってるので、
程よくとろみもあるデニムになってるってところもやや上品さのあるところが特徴として出てる要因なんじゃないかなと思ってて、またシルエット的な部分なんですけど、このフロントにしっかりタックが入ってるので履いた時の表情の変化というのもしっかり演出してくれてるパンツになりますね。まあ、デニムスラックスってありそうでもないアイテムにはなってるので、かつ色味もね、黒と白っていう使いやすいアイテムになってるから、今回のビクティムのルック、うちで撮らせてもらった時もすごくスタイリングも活躍してくれたアイテムになってるので、こちらボトムの中だと個人的には一番推してるアイテムになっております。はい、次のアイテムなんですけれども、チェックワイドスラックスになります。うちのお店では一色の取り扱いになっております。結構ね、近くで見るとなんかグレンチェック柄みたいな感じになってるんですけど、なんか世間で多く出回ってるような柄じゃなくて、まあ、そういうところの差別化はできてるんですけど、やっぱこの柄自体がやや細かめに作られてるので、まあ、大人っぽい印象もあるようなチェックパンツになってるのが特徴ですね。なんか今自分が履いてるみたいな感じで、こんなレザーシューズとも相性いいけど、もうスニーカーと合わせるのは個人的にいいんじゃないかなと思ってて、エアフォースとかね、ナイキのエアジョーダンとかそういうのを合わせてもすごい相性のいいパンツになってるのが特徴的だと思っております。で、素材がやっぱレーヨンとポリウレタンが入ってるので、独特のとろみとかそういうものもあるので、このワイドなシルエットになってるだけじゃなくて、しっかり落ち感とか動きも出るようなアイテムになってるので、なんかチェックパンツってね、一通り出回った感はあるような感じなんですけど、やっぱ履いてみるとちょっと違うなってところも感じられるような秀逸な一本になっている感じです。まあ、こちらもビクティムの撮影においていろんなスタイリングにハマってくれたアイテムなので、結局一本持ってるとスタイリングの幅がかなり広がるようなアイテムになってるので、ぜひぜひチェックしてもらいたいアイテムになっております。はい、次のアイテムなんですけれども、ビッグ CPO シャツになります。 CPO シャツはね、 2020AW のもうトレンドの一つになってるけど、それをビクティブの解釈で作られたアイテムになってますね。で、色展開で言えば自分が着てる色とこちら手に持ってる2色展開になっております。で、これ素材の部分が特徴的なんですけど、なんか近くで見ると分かるかな、なんか起毛感のあるような素材になってて、なんかメルトンのようなニット素材で作られてて、しっかり保温性もあって、かつ持つとすごい軽いんですよね。なんで CPO シャツって厚手のもので作られたことが多いんですけど、保温性も保ちながらすごい着心地自体はすごく柔らかいようなアイテムになってるのが特徴です。まあ、素材が柔らかいとこの着た時のこういうたまりとかもすごい綺麗に出るので、自分はね、なんか商品企画する時とかにこういうような着眼点作ったことがなかったので、本当に勉強になるようなアイテムの一つになってます。で、シルエット的にはまあトレンドのビッグシュートになってて、まあ、身幅もかなりゆったり取られてるので、まあ、1枚で着るのももちろんですし、中にパーカーとか着ることでアウターとしても使えるので、結構長いシーズン活躍してくれますし、これをアウターとして考えたらかなりコスパの高いアイテムになってると思うので、ぜひね、トレンドアイテムってところもあって探してる方非常に多いと思うので、こちらもぜひぜひチェックしてもらいたいアイテムになっております。ちなみにこれサイドにポケットも入ってるので、なんかこういう部分も細かいですけど嬉しいですよね。なんかつい手を入れたくなっちゃいますね。はい、こんな感じでトレンド性と使い方も考えられたアイテムになっております。はい、次のアイテムなんですけれども、ビッグナイロンパーカーになります。色味の方が自分が着てる色を含めてこちらの3色になってますね。なんかブラックとこのオリーブカラーは結構定番的な色味だと思うんですけど、結構ホワイトがあるあたりは結構珍しいですよね。引き続きね、なんか春夏もそうなんだけど、結構秋以降もなんかホワイトとかそういう明るめの色って流行っていくので、なんかアウターでね、トレンドカラーを取り入れるのはすごいおしゃれと思うので、この色いいですよね。で、形的なところなんですけど、かなり身幅が大きく取られてて、でこの形のおかげで、ね、なんかアウトドアっていうなんかルックスっていうのが排除されてて、まあ、どこかね、モードな印象もあるようなアイテムになってますね。で、こちらのアイテムが身幅がしっかり取られているプラス、この裾がドローコードで絞ることができるので、はい、こんな感じでたまりを作りながら着ることができるので、しっかり身幅が取られてるからこそメリハリあるシルエットで着用できるので、なんか様々なシルエットで着れるところもすごいおすすめなポイントになっております。こちらね、一番に着るのもいいし、なんか大きめのコートのインナーとかに着てもなんか異素材のレイヤーと楽しめるので、なんか一着持ってるとすごい着こなしの幅が広がるようなというか、使い勝手のいいアイテムになってますね。こちら素材もコットンナイロン素材使ってるので、あんまりアウトドアルックスってことはなくて、程よく綿感も感じられつつ、どこかねスポーティな印象も感じられるので、やっぱ素材選びも秀逸なアイテムになってるなっていう印象です。あと細かい部分なんですけど、この背中にプリーツが入ってるんですよね。ここに、このことでね、全体のシルエットも結構変化を出してくれるポイントになってるので、こういう細かい気遣いも嬉しいですよね。まあ、定番アイテムだからこそ、この裾のドローコードだったり、まあ、背中のプリーツだったり、他のアイテムと差別化されてるっていう部分も、もうさすがだなっていう思えたアイテムになっております。次のアイテムがロングストライプシャツになります。こちらのアイテムなんですけど、まず最大の特徴で言うと、なかなかパッと見分からないと思うんですけど、この素材がこの不白シャツ生地じゃなくて、これ実はカット生地なんですよ。なのですごく不白見えするカット素材というか、なのですごくね伸びて、
もう着用感がほぼストレスなく着れるんですね。自分もここまでシャツ生地に見えるカット素材っていうのをなかなか出会ったことがないので、これ最初見た時に結構びっくりしたっていうのがすごい印象として残ってて、であとデザイン的にもすごい特徴的なものになってて、まあ、ここにポケットがついてるっていう利便性もあるんだけど、やっぱ一番はこの背中のこのボタンの開閉部分ですね。これがあることで、まあ、開けながら着てなんか動き出すこともできるし、あとは中のねレイヤードを楽しむことができるっていうのも結構それ特徴かなと思いますね。まあ、あとはね商品名にもあるように、まあ、このかなり着丈が長くなってるんですけど、さっき言った素材が結構落ち感のあるカット素材を使ってるので全体的に結構落ち感があるんですね。なんでこれもね結構柄がストライプ生地っていうのもあるので、まあ、だらしなくなりすぎず、じゃなんならどちらかというと綺麗めに見えるっていうのもすごいいいポイントなのかなと思っております。で次のアイテムがガウンコートになります。こちら素材的には、まあ、メルトのようなルックスになってるんですけど、ニット素材になってて、こんだけ生地の面積を使ってても着心地自体はすごい軽いものになってるのが特徴です。で色の展開なんですけど、自分が着てるブラックとこちらのグレーの2色になってますね。でこのガウンっていうアイテムなんですけど、こちらの秋冬のテーマの中でもやっぱグランジっていうのも一つのトレンドになってるんだけど、結構世間で出回ってるガウンってチェック素材だったりそういうので着るともう本当に昔のグランジファッションみたいな感じになっちゃってて、そうなってくると着れる人ってごく一部になっちゃうんですけど、こんだけね無地で綺麗めな素材で作ってくれるとかなりとっつきやすいアイテムになってるんじゃないかなと思ってて、で自分今回ルックを撮るときになんか両極のスタイリングを撮ってるんですけど、一つはグランジっぽい印象で作ってて、もう一個はなんか表現難しいんですけどガウンをガウンに見せないような着こなしでやってて、今の着こなしで言うともうアウターの代わりにうまく取り入れるような着こなしの仕方の方がいいんじゃないかなと思っております。でこちら素材の部分で他に特徴的なのは、表地の素材と裏地の素材が切り替わっているダブルフェイス素材になってて、肌に触れる部分はかなり柔らかいものになっているので着心地自体もすごくいいものになっております。まあ、あとはねガウンというアイテムなので背中に紐もついているのでこのまま垂らしてきてもいいし、まあ、絞ってシルエットを変えてもいいし、まあ、あとは前で絞ることもできるので、まあ、着こなしの幅はすごく一つのアイテムの中でも幅広いアイテムになってますね。まあ、これを1枚着るだけでね多分お手持ちのアウターとは絶対被らないアイテムになってるので、まあ、一つもうアウターは去年持ってて今年ね何買い出そうか迷ってる方がいたら、まあ、こういうアイテムの選択もすごくいいんじゃないかなと思っております。え次のアイテムが、まあ、アウターになるんですけど、こちらライトマウンテンパーカーになります。え色味的には自分が着てるこのブラックとこちらのグレーの2色展開になってますね。ブラックはもう定番のカラーですごいかっこいいんだけど、もちろんこの色味のねなんかグレーもすごい上品な雰囲気すごいいいですよね。でこちらのパーカーなんですけど、すごい機能性とかがシンプルな見た目なんだけどすごい詰まってて、もうそれを説明していくとなんですけど、まずは表地の素材なんですけどタフタ素材を使ってて、しかもこれ撥水機能がついてるので水を弾いてくれるのと、あとは中の蒸れた蒸気とかを外に出してくれる透湿機能もついてるので着心地的には快適さを保った状態で着用できる一枚になっております。であとは中の中綿なんですけど、これも機能綿を使ってて、もうソロテックスシリーズの結構今アパレル業界で使われてる最新の中綿生地を使ってるんですけど、今軽く羽織っただけでもじんわり温かいものになってて、このアイテムのコンセプト的にはかなり軽量さを求めたアイテムになってて、もう表の素材 もう薄手 で中の中綿もすごい綺麗なものを使ってるんですけど、もう保温性っていうのはもう間違いないものを使ってるので着心地と機能面全てにおいて網羅したアイテムになってるんですよね。だから見た目はシンプルなんですけど、もう詰まってるものがたくさんあるアイテムになってますね。で中のポケットとかも結構豊富な仕様になってて、こんな感じで両方にすごい深いポケットが入ってるので、もうバッグとかちょっとしたお出かけだったらいらないぐらいのものになってるんですよね。なんでここのフロント部分にあるポケットはもちろんなんですけど、中の内ポケット使えばちょっとしたお出かけは絶対にバッグ持ってかなくてもいけるので、結構男性の方ってバッグを持ち歩かない人も結構多いんですよね。でそういうところもしっかり気遣われた1枚になっております。で機能的なものを説明したんですけど、シルエットとかも変わったものにはなってて、まあ、アウターのマウンテンパーカーの形で本当に身幅が取られたものっていうのはあんまないんですよね。なので作りがシンプルな分こういうシルエットの変化があるっていうのもやっぱ嬉しいポイントだと思っております。で説明の冒頭にも言ったんですけど、ほんと軽いです。これなんかちょっとしたニット1枚着てるぐらいの重さになるので、もうかなりストレスなく着れるアウターっていうのもすごい嬉しいポイントですね。でこちらのアイテムなんですけれども、こちらはライトダウンベストになります。さっき紹介したライトマウンテンパーカーと同じ素材にはなるんですけど、表地にはタフタ素材を使って中には機能綿を使っているアイテムになります。なのでさっきと一緒でかなり軽量感のあるアイテムになってますね。で色味的には今自分が着ているブラックとこちらのグレーの2色展開になっております。
でこちらのアイテムの特徴はもういろんなアイテムの合わせ方ができるアイテムになってて、もう自分が今着てるようにシャツと合わせるのもいいですし、あとはメルトのコートとかそういうのも合わせるようにも作られてて、だってアウターとも合わせられるようにこのアームホールの部分がすごく広めに取られてるので、まあ、どんなものの上からでも着れるようなアイテムになってるのも特徴です。あとダウンベストでね、ここまでハイネックのデザインのものってなかなかないんですけど、結構これも特徴的ですよね。なんで自分は撮影の時に、まあ、アウターの中に着るようなスタイリングもやったんですけど、もうコートの上から着ることもできますし、コートの中に着ることもできるなと思って、まあ、ロンティーとか今みたいなシャツとか、まあ、コートの上とか、なんかアウターの中とか、かなり組み合わせの幅があるようなアイテムになってるんじゃないかなと思います。なんかいろんなね、ブランドのコレクションを見ると、2020の秋冬ってベストのアイテムが増えてるので、まあ、その中でもかなり特徴的な一枚になってるので、で正直自分こういう形のアイテムあんまり見たことがないので、まあ、かなり今回のコレクションの中でも印象に残っているのと、やっぱ着てみると本当に着こなしの幅が広がるので、まあ、これは買おうか迷ってる一着になっております。でこれも、まあ、さっきのアイテムと同じくなんですけど、やっぱ本当に軽くて、もうストレスなく着れるのが本当に嬉しいですね。はい、次のアイテムがビッグニットベストになります。こちら色展開がこちらのグレーとブラックの2色展開になってますね。ちなみにモデルさんの着用画像あるんですけれども、こんな感じです。で、ビクティムのニットベストなんですけど、自分がね、2020SS のシーズンのものを着てるんですけど、ビクティムのニットベスト、ほんと形が綺麗なんですよね。肩のハマりがすごい綺麗で、まあ、肩の周りだけじゃなくて、着た時のシルエットっていうのも、ほんとに整ってるっていうのが最大の特徴になってますね。この2020AW のアイテムに関しては、まず素材の部分なんですけど、ラムールコンのニット素材を使ってて、かなり温かみのある素材が採用されているっていうのが一つ特徴ですね。あとはデザイン的な部分で言うとなんですけど、シルエットが変更できたり絞ることができる紐付きの部分も特徴的で、結構コートとかねトレンチコートで採用されるディティールなんですけど、それをニットベストにも使われているっていうのはかなり珍しいアイテムになっていると思います。あとはサイドの部分にジップがついてて、これを開け閉めすることで着用した時のシルエットが変更できたり、あとはここの開けた部分から中のインナーを見せることもできるので、もうこういう部分でも変化を出せるようなアイテムになってて、この紐を絞っても変えられるし、ここの開閉することも変えられるという部分で、もうアイテムとしてはシンプルなアイテムなんですけれども、その時その時の変化にすごい対応できるようなアイテムになっておりますね。であとは背中のルックスの部分なんですけど、この剥ぎ目をしっかり出すことで、あとバックスタイルのアクセントにもなってるというところもかなり特徴的なアイテムになってるんじゃないかなと思います。ニットベストってね、もうシンプルなものは多分皆さんのクローゼットに1枚は入っていると思うので、こういう変化のあるものをお選びになってもいいんじゃないかなと思えるアイテムになっております。はい、じゃあ最後のアイテムになるんですけれども、こちらビクティムとカシラのコラボレーションアイテムになっているビッグキャスケットになります。色展開がこちらのブラックとこちらのグレーの2色展開になっております。で、帽子のアイテム名にビッグって入るのって結構珍しいと思うんですけど、結構モデルさんの着用でもこんな風に分かるように、もうかなり大きめのサイズで作られてるんですね。まあ、大きめって言っても頭の周りを大きくするんじゃなくて、まあ、形自体を大きくしてるので、まあ、他のブランドから出てるようなキャスケットとは、まあ、かなり見た目的にもかなり差別化がされてる帽子になってますね。やっぱこのビクティブとカシラのコラボレーションって本当に長年にわたるパートナーになってて、結構自分はニットキャップとか、あとは2020の SS だとメタルキャップとかをかぶってるんですけど、本当にバランスが秀逸で、毎シーズンリリースされるコラボレーションアイテムになってるので、しかもそのコラボレーションのいいところって他のブランドでありそうでないものっていうのを的確にリリースしてくれるので、こちらのキャスケットも例に漏れずなかなか他にはないデザインになってるので、普段ねキャスケットとか被るときになんかサイズが合わないとか顔が大きく見えて嫌だっていう人がいる中で、こちら帽子自体がかなり大きいシルエットで作られてるので、そういうなんか悩むところを解消してくれるようなアイテムにもなってるので、逆にね普段キャスケットを被り慣れてない方にも、あとは普段被っててもちょっと違ったものが欲しい方っていうにもすごいおすすめなアイテムになってるので、ぜひぜひチェックしてもらいたいアイテムになっております。はい、いかがだったでしょうか。もう充実のラインナップになってますよね。その動画の中でも言ってたんだけど、自分はすでに個人買いのアイテムは決めてて、あの裏毛のねスウェットと、あとねダメージのタートルネックかな、そちらはもう注文させていただいております。もう今から着るのがねほんと楽しみですね。ではですね、最後に販売方法のお知らせと販売期間のお知らせをさせていただければと思います。今回ですね、ビクティムの 2020FW 秋冬物の受注なんですが、今週日曜日6月7日の21時から受注を開始させていただこうと思っております。でですね、今回6月7日21時から
受注開始させていただいて、でね、概要欄の方に受注終了期間の方も記載しているので、そちらご確認いただきたいのと、動画でもね商品説明させてもらったんですけど、モデルさんがね着用してくれて、商品の詳細とかも各商品ページに記載しているので、もうそちらでねゆっくりご確認していただきながらご注文の方をね検討してもらえたらと思います。ちなみにですね、今回の先行受注の期間中にご注文いただいたアイテムに関しては必ずご用意させていただく予定でございまして、で今回の受注期間にご注文いただけないと、秋冬のタイミングになったらこの全マーク数を在庫を持って展開することはできないので、もうこれ欲しいと思ったものがあったら、まだまだね秋冬物にはなるんですけど、今の段階で注文していただけると嬉しいです。で詳しくはね全て概要欄の方に記載させていただいているので、重ね重ねにはなるんですけれども、そちらからご確認いただけたら嬉しいです。最後にね余談にはなるんですけど、今回ビクティムさんからサンプルをねお借りしていろいろ撮影の方を行ったんですけど、その時にねうちのスタッフにも見てもらったんだよね、ラインナップの方。そしたらみんな本当に嬉しそうにさ、テンション上がってて、あれ買うこれ買うみたいななんか俺はこれ買うから、もう被るからこれを買うのやめようみたいな、なんかお互いなんか結構なんかうちのスタッフの中でも気に入ってくれる人が本当に多くて、うちのスタッフだけでもねかなりの注文点数になりそうなんだけど、まあそれぐらいねやっぱ魅力の詰まったブランドだなっていうのはやっぱ改めてそこを見ても思ったし、ぜひね手に取って皆さんにもその感動を本当感じてほしいので、まあ知ってる方もね多いブランドではあるんですけど、まあ改めてね一度は来てほしいブランドになってるので、この機会にご検討いただければと思います。はい、それでは本日の動画も以上となります。いやね、自分が気づいたら YouTube チャンネルやって1年経ってるんですよ。5月の26日で1年経ったんですけど、まあ今日の動画をね撮りながら改めて思ったんですけど、やっぱりね自分の好きなものを動画を通して紹介できるっていうのはね本当に嬉しいことだし楽しいよね。なんでね個人チャンネルの方は2年目に突入していってるわけなんですけれども、今年も変わらずいろいろ楽しいことをやっていきながら、いろいろね魅力の詰まった商品の方も紹介していけたらと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。